別村型側雲機雲鏡雲鏡の盤面側雲木は気象観測で雲向き及び雲速を測る装置である。別村型は高さ3メートルほどの支柱の中東に水平な腕木が渡され、腕木は中東を中心に回転しえ、腕木には釘市場の突起が等間隔に植えられている。側雲するには雲がちょうど腕木の中央の釘葉越しに見える位置に、 観測者の目を置き、腕木を回転させて、雲の進行方向に一致させ、その釘場から隣の釘場まで雲が移動するのに用した時間を計測する。こうして雲の移動方向と比例速度を得ることができる。他方で運行が分かれば、運行止め、釘士間の高さとの比を比例速度に乗じれば、コ高度が得ることができる。水平な鏡面に映じた。 雲像の動きを見る方の側雲向きは、雲鏡ということがある。中心から放射線上に、方位線が刻まれた円形の鏡を水平に置き、目の高さを一定にして、雲が鏡面に映じるのを眺める。雲が鏡面上をいずれの方位線に従って動くかを眺めて雲向きを定める。また動いた距離と時間を測定し、雲速を測定する。 鏡面上の移動距離と運行との席を、目の鏡面上の高さと時間との席で除した章が、雲速である。雲速の測定には、目の位置を正確に定め、かつ、移動距離を精密に知る必要があるため、雲鏡には、望遠鏡を付属させて雲像を観測する。フィネマン雲鏡、スプルング雲鏡などがあり、日本式の石丸雲鏡がある。ありがとうございます。